ハイン・リヒツレ、ヒューボ・エアフルト・ハイン・リヒツレは、ドイツのイラストレーター、画家、写真家である。ザクセン州のラーデブルクの時計職人の息子に生まれた。父親の借金のために1867年に、家族とベルリンに移った。学校を出た後、ベルリンの美術学校で、版画家、挿絵画家のホーゼマンの弟子になった。1880年から1882年の、 間、軍役に就いた後写真家としての活動も始めた。古紙雑誌、ジンプリチシムスやユーゲントにユーモアに溢れた挿絵を作品を発表するようになり、人気のあるイラストレーターとなった。ベルリンの一般大衆をテーマに描いた。自らを商業画家を自称していたが、伝統からの脱却、分離を標榜した芸術家グループ、ベルリン分離派の指導者となったマックス・リーバーマンに、 高く評価され、その推薦で、ベルリン分離派の会員になった。リーバーマンの推薦で後に、ベルリン美術アカデミーの教授も務めた。写真家としては1890年から1907年の間に600点に及ぶ、ベルリンの人々の生活を撮影した写真や、画家たちのスタジオや美術学校で撮影した写真を、残し、それらは1960年代に再発見され、評価された。 1929年にベルリンで亡くなった。孫によって財団が作られ2002年にベルリンにチレ美術館が設立された。ありがとうございます。